You are listening to Ricky's Podcast College. It's brought to you by DJ Ricky がお届けいたします。Good morning! ポッドキャスト大学の DJ リッキーです。この番組はポッドキャストのことを勉強できるポッドキャスト番組をお届けしております。ポッドキャスターに関係する最新のテック情報や機材レビュー、海外情報、ライフハック情報を Apple Podcast をキーステーションにマルチ配信でお届けしております。今日お届けするトピックはこちら。ポッドキャストの BGM 選びで気にしている3つのこと。まあこれはですね、あんまり音声配信スタンド FM とかまたは Spotify for Podcasters のスマホから収録している方とかですね、気にならないところかもしれません。ポッドキャストをの BGM ですね、自分で入れてる方、また自分で、まあ、何かこうアプリから選んでる方とかですね、特にまあ最初の自分で選んでるね、自分でこうなんかサイトから探してきて選んでるという方にはですね、まあ参考になる情報だと思いますので、この内容をご紹介していきたいなというふうに思います。まあかれこれですね、3年ぐらいこのポッドキャスト大学を運営しつつ、また社内ラジオ的なものもですね、やったりしてですね、結構まあ社内ラジオの方もですね、編集担当してるんですが、自分で BGM やんだりとかして、やっている経験の中から、こうポッドキャストの BGM どうやって選べばいいのか、どういうところを気にすればいいのかということですね、3つご紹介していきたいと思います。最初に結論から言いますとですね、1つ目が番組のテーマを考慮する、2つ目がリスナーが安心して聞ける雰囲気を出す、3つ目が BGM をメインコンテンツにしない、この3つをですね、考慮しながら選んでいくといい感じに仕上がりますので、ぜひ参考にしていただきたいなというふうに思います。まず1つ目の番組のテーマを考慮するっていうところなんですけども、番組のテーマ、またテーマだったり、テーマですね、全体的な、テーマがありますよね。まあ怖い話なのか、ニュース系なのか、テック情報なのか、何かね、このなんかこう物語を語る内容だったりとかね、またジェンダーの内容だったりとか、いろいろあるかなと思います。カルチャーだったりもね、いろいろあると思うんですけども、その番組のテーマに合った BGM を、まあ、まずは探していくっていうことがありますね。まあテーマは、ね、テーマがあって BGM 選んでいくっていうところなんですけども、まあ、この辺のテーマに関しましては、まあこう言い換えれば、まあ、おもてなしっていう考え方もあるかなと思いますね。どういうおもてなしをしていきたいのか、BGM もその内容を飾るっていうかね、こう装飾する一つであるというですね、まあ、BGM はメインコンテンツではないんですけど、お迎えするためのこのね、例えばなんかこう前菜じゃないけども、なんかこうそういう雰囲気作りのね、その一つとして、まあ、役立っているというところですね。そういったところね、考えていく必要があります。はい、番組のテーマがどんなテーマなのか。まあ、テック系とかだったらですね、ちょっとね、テックっぽいね、こう、カテゴリーで選んであげたりとか、あとはなんか怖い話とかだったらですね、ちょっとね、こう、怖い話系の、こう、まあ、映画とかで使われるような、なんかテーマを選んであげたりとか、あとはね、こう、カルチャー系のトークだったりし、トーク系が、ね、メインだったりしたらですね、まあ、そういう、こう、ポップな感じだったりとか、またね、ちょっとこうリズミカルなものだったりとか、そういうの選んであげるとかね、そういったこうところができますね。そういうこうなんかテーマに沿った BGM 選びって、例えばサイトの中で、この、あれですね、ジャンルですね、ジャンルの選択とか楽器の選択とかからできますので、まあ、そういったところからですね、選んでいくっていうところもあるかと思います。2つ目がリスナーが安心して、聞ける雰囲気。まあ、これもですね、その最初のテーマとね、最初のポイントと被りますけども、まあ、リスナーがですね、安心して聞ける雰囲気っていうのはすごく大事になってきています。特にですね、安心して聞けるというところに関しましては、なんかね、こう BGM のテンポが速かったりすると、安心して聞けなかったりするんですよね。あとは BGM のこう、なんだろうな、こう、例えば BGM の中にこうが歌が入ってたり、ね、歌詞が入ってたりすると歌詞の方にこう気を取られて聞けなかったりするんですよね。
なので、まあ、リスナーの方が、なんかこう、なんですか、その BGM があり、トークがありの、なんかこう、まあ、なんかこう、合ってるなっていう雰囲気だったりとか、ペースですね。ペースが合ってるなとかね、そういうところがですね、すごく、まあ、意識して作っていく必要があります。無料のサイトとかでね、たまに歌詞があるものだったりとか、有料のサイトでもですね、歌詞付きの BGM みたいのがあったりとか、しますね。あとはなんかこうちょっとディスコっぽい感じの、ね、クラブとかで流れるような雰囲気の、まあ、BGM の中でもですね、うわうわってね、なんかね、なんか叫んでる系のがあったりする時があるので、まあ、そういうのはなるべく避けるようにしています。基本的に歌詞なしで、で、私のこのポッドキャスト大学の場合はですね、まあなんかこう、例えば BPM ですね。BPM、だいたい曲のスピードが100とか、ぐらいのですね、ものを選んでいるようにしています。はい、そして、まあ、あとは、なんだろうな、こう、楽器がこうガチャガチャしすぎてないとかね、そういうのも大事ですしね。なんかあとは強、その曲の強弱で、なんかこう、あるところはすごく盛り上がって、あるところはすごく下がるとかっていうのは、ちょっとこう、なんだろうな、なんつうかな、こう、すごく難しくなるんですよね。合わせるのがなんか難しくなったりするので、リピートして、なんかこう、使いやすいっていうね、そういうのを使ったりしてますね。で、例えば、まあ、YouTuber の方とかも、この辺は気にしてると思うんですけども、YouTuber の方が使ってる BGM を参考にするなんかもありかもしれませんですね。はい。2つ目が、リスナーが安心して聴ける雰囲気作りというところでしたね。まあ、特にテーマというか、ペースとかですね、ペースとか貸しなしっていうのはすごく大事なポイントだというところでした。そして3つ目が、BGM をメインコンテンツにしないという形ですね。BGM はあくまでもね、バックグラウンドミュージックですね。だから BGM なんですね。なので BGM すごいいいでしょみたいな感じにね、これ選んでるとね、この BGM めっちゃいいなみたいなね、なってくて、BGM を聞かせたいのか、コンテンツを届けないのかな、わからなくなってくるんですよね。なので、ある時点で、あ、なんか今回の BGM 良かったですねっていう風に言われたりすると、それは失敗だと思います。BGM が主役になってたら、それはちょっと違うことなので、BGM はあくまでも脇役であるので、BGM が褒められるようなことがないように、BGM はあくまでもメインコンテンツにならないというところをですね、徹していただきたいなというふうに思います。で、BGM ですごくね、雰囲気すごく変わるんですよね。なんかしっとり聞かせたいところとかは、すごくゆっくりな感じだったりとか、まあギターが入ったりとか、ピアノが入ったりとか、あとはトークとしてですね、使いたい場合はですね、まあこう、なんかね、一定のテンポでね、リズミカルにやってくれる、まあ、ビートがあるようなやつとかね、まあそういうのをですね、こう並べておくとすごく使いやすいかなというふうに、思います。はい、そんなところからですね、BGM をメインコンテンツにしたいというところを語ってみましたけれども、皆さんの参考にはまだまだならないと思うんですが、実際にですね、この BGM どっからあなた買ってきてるの、持ってきてるのというところなんですけども、私はですね、エンバートエレメンツのサブスクで一つ購読しています。そこで楽器で選んだりとか、ジャンルで選んだりとか、あとは、ペースですね、どのぐらいのペースなのか、ベリースローなのか、またはスローなのか、またはミディアムなのか。ミディアムだと90から 110bpm ですね。まあ、だいたいミディアムぐらいからミディアム以下ぐらいのペースでいつも BGM 選んでいます。はい、あとは YouTube の方が使っているので、あ、これかっこいいなと思ったものをですね、使ったりしています。そしてもう一つはですね、アートリストというのですね、これを使っています。これは結構クオリティがいいんですが、楽曲はそんなにね、多くラインナップされていませんのですが、これはですね、ビデオテーマっていうのがあって、ビデオのテーマの中から、まあ、Vlog 風だったりとか、フードだったりとか、テクノロジーだったりとか、ドキュメンタリーだったりとか、ライフスタイルだったりとかね、そういうテーマごとの、検索ができるので、これがすごく重宝して使っ、これをですね、これを重宝して使っています。はい。2つご紹介しましたけども、エンバートエレメンツ、これはすごく大量にいろんな曲がラインナップされております。
そして、アートリストのサブスクですね。こちらもサブスクなんですけども、これはね、ビデオテーマ。そう、ビデオテーマっていうところから、ね、なんかパーティーっぽかったりとか、まあ、トラベルっぽかったりとか、そういうのいろいろね、選べるようになっておりますので、ご紹介でした。まあ、このポッドキャスト大学の BGM でほとんどこのエンバートエレメンツじゃなくて、アートリストから選んでいます。はい。ですので、なんかね、このポッドキャスト大学を聞いてると、なんかアートリストの曲なんかが流れたな、みたいな、そんな時がたまにあるかと思います。はい、今日はポッドキャストの BGM 選びのコツみたいなところからちょっと雑談形式で話してみましたが、いかがでしたでしょうか。皆さんのですね、ポッドキャスト BGM の選びのコツ、またヒントになれば非常に嬉しいかなというふうに思います。今日のポッドキャスト大学はいかがでしたでしょうか。番組では感想または、感想をメールもしくはフォームで募集しております。皆さんの登録またよろしくお願いします。 YouTube の方もですね、 YouTube チャンネルでも発信しておりますので、 YouTube のチャンネル高評価サクッとボタン、また、チャンネル登録よろしくお願いいたします。そして X ですね、 TwitterX の方では、最近見つけたですね、まあ、機材紹介、海外の機材紹介の動画とか最新情報とか、ね、機材に関する最新情報とか、またテック情報をアップしております。X の方もぜひフォローよろしくお願いします。そして、このポッドキャスト大学、Spotify、Apple Podcast などでも配信しておりますので、こちらのチャンネル登録もよろしくお願いいたします。Thank you very much for joining Ricky's Podcast Courage. This podcast has been brought to you by DJ Ricky がお届けしました。Have a wonderful and fruitful day. Don't forget your smile. 素敵な一日をお過ごしください。チャオチャオ。This podcast has been brought to you by DJ Ricky.